はい、K1 のね、デイ2のね、振り返りをしていこうかなと思います。まあ、予想のね、的中とか云々とかね、予想したやつだけね、まあパーティー、まあ稲垣勝ちで予想したけど、まあ、まあまあまあって感じで、予想したとこだけを、やっていきます。で、どこだっけな。まだやっぱり龍河、ここは予想してないけど、龍河試合見たことないんで予想してないですけど、ただめっちゃ雰囲気と花あるんで、注目って言ってましたけど、やっぱ勝ってくれましたね。で、今のところ予想したのは、あとこれ、ミオと山田真子。あ、これはちょっと前の動画で話したんで、まあ、詳細は省きますが、まあ、予想は外れたと。まあ、ただこの予想の外れはね、嬉しい予想の外れですね。うん。いや、判定は判定でも内容が内容だったんで、こういう内容で予想が外れることは、すごく嬉しいです。見よ、良かったです。で、高梨、まあ、個人的には、マリー選手勝ってた気するんですけど、まあ、一応、高梨勝ちの勝利予想は当たったと。で、久村周平の勝ちも予想は当たりました。で、マイク上も予想通りの展開で勝利と。で、アビラルももちろん当たり、島野もやっぱり予想通りの展開で当たり、金子もまあ予想通りの展開で当たり、ここは予想してないと。で、最強もやっぱりね、まあ予想通り、最強の勝ちで当たり、で、久村と野入りも、まあ当たりですね、予想通り当たったなと。まあ、ここら辺はね、別に詳しく話したところで仕方ないんでね。まあ、ただの1試合っていうくらいですね。まあ、金子、まあ、予想動画で話したことなんでね、まあ、特にいいでしょう。で、久村と野入りも別に対戦相手がね、まあ、急遽来てくれた対人だから別にあんまひどくは言えないですけどね、そう、レベルが違いすぎるって感じで、評価するあれもないです。で、ゴンナパーも、予想通りで、ゴンナパーの勝ちが当たり、ただね、まあ、名前変わっちゃったけど、南雲大輝。金子大輝、南雲大輝。まあ、どっちでもいいか。まあ、ただね、うん、本当に、金子大輝進化して、あ、待って、南雲大輝進化してます。うん。今のところ多分 K1 来て一勝もしてないんじゃないかな、確か。全部負けてる気がするわ。うん、ただ、今回のゴンナパーの戦いは圧倒的に KO されるっていう予想したんですけど、1ラウンドは逆にゴンナパーを圧倒まではいかないけど、うん。あわやというとこまでゴンナパを追い込んでいたので、うん。いや、まだ K1 来て一勝もしてないですけど、今回の試合の内容を見る限りでは、全然まだね、未来があるかなと、南雲大輝選手。うん、ゴンナパ相手にあそこまで戦えるということは、相当な進化を遂げているってことですね。うん。まあ、相性良かったのかもしれないですけど。いや、でも戦い方自体がね、今までとちょっと変わって、K1 にちゃんとアジャストしてきてたんで、いいと思います。で、ここね、木戸 VS 松下も、予想的中で、木戸の勝ちと。うん、ただ、うん、まあ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 、まあよく逆に結構ね、ああ、外したかなと思ったけど、よくあそこから盛り返したなと思います。面白かったです。で、この、アイタカ VS、アニマル、コーチ。まさかのここを外した。ここ外すと思わなかったっすね。びっくりです。ちょっとアイタカにはね、ちょっとがっかりです。なんかちょっとそこが知れたというか。なんつうんだろうね。お前本当にキックボクサーかっていう、アイタカ亮ね。どちらかしたら、アニマルコージの方がキックボクサーみたいな戦い方してたんで。ローキック、ちゃんと、ワンツーとかも、フックだけじゃなくて、ジャブ、ストレートとかをちゃんと使ってるアニマルコージ。対する K1 ファイターの、相高亮、もうフルスイングのフックだけっていうね。アニマルコージの方が K1 ファイターっぽかったです。ちょっと、相高亮にはちょっと、がっかりです。うん。いや、ほんと、今の戦い方じゃ、別に面白いですけど、面白いけど、勝ったり負けたりの選手になっちゃうんで、なんつうんだろう。うん、それだけの選手になっちゃうんでね。うん。もうちょっと K1 ファイターとして、立ち技選手、キックボクシングの選手としての戦いを、
みたいですね。うん、そんな感じで外しちゃいました。木戸まではね、ミオちゃん以外全部当ててたんですけど、ここで外し、ついに外してしまいました。で、まあ、京太郎 VS 実方選手。これはね、まあ、予想通り京太郎の勝ちですけど、圧勝ですけど、ただね、良かったと思います。うん。実方選手もちゃんと見せ場を作ったんでね、うん、すごく、すげえ、動けるデブっていう、うん。うん、結構動けるデブだったんでね、そういう意味では、ちゃんと実方選手も見せ場を作ったし、一方的な、まあ、ある意味一方的な怪我ですけど、でも全然また K1 に呼ばれるんじゃないかなっていうくらいの敗戦。うん。ちゃんと見せ場を作ったんでね。で、ケージ VS、シナカリミアン。めっちゃ、ここも予想外しちゃいましたね。ケージの勝ち予想したんですけど、シナカリミアンなんか発言があんま好きじゃないんでね、対戦相手に敬意を持たない、あの発言があんま好きじゃないんで、そういう意味でもケージ、応援する意味でもね、ケージの勝ちを予想したんですか。ただね、前日計量を、動画を見て、シナカリミアンの勝ちに予想、あれを、前日計量の、シナカリミアンの体を見た後だったら、シナカリミアンの勝ちの予想をしてましたね。うん、いやー、これはもう自分もね、前日計量で、シナカリミアンの体を見た時に思ってましたけど、で、もちろんみんなも、マサトも言ってましたけど、いや、めちゃくちゃ体が仕上がってる。うん、この、ヘビー級というかさ、こういうクルーザー級みたいな、この重い体で、あんななんかもう軽量級ばりの体の仕上がり、うん、見たことないですね。すごいです。あの階級で、あそこまで体仕上がってる選手って、旧 K1 から見てきても、いないんじゃないかなっていうくらい体が仕上がってました。いないよね。アリスタ・オーフレームとかさ、なんかあそこら辺、オーフレームとかもはや閉まってるっていうか、あれですけど。まあ、ただね、シナカリミアは、あとは、まあ、あんまりあとは発言がね、もうちょっとその、メンタルをね、大人にしてもらって、うん、もうちょっとメンタルを大人にして、対戦相手に敬意を持ってね、うん、ちょっと発言を変えてもらえるとね、すごくいいなと思います。まあ、ただ、あとはそのメンタルですね、うん。そのメンタル面を、あと変えれば、昨日の試合見てる限りでは、シナカリミアンね、すごいっす。この階級であの仕上がりで、しかも結構動きもシャープだったんで、うん。あとほんとメンタルさえなんとかできれば、ちょっとシナカリミアンの無双が始まるなと。あとはその海外からね、選手たくさん呼べれば面白いですけどね。もう今のところこの階級って同じ選手で回してるだけなんで、あんまり面白くないんでね。ただ昨日のシナカリミアン見てる限りでは本当、無双が始まりそうな感じでした。うん。で、これ最後、タケル VS レオナペタス。まあ、これに関してはね、まあ、昨日軽く話したんですけど、まあ、今日も改めて見返してみてね、うん。まあ、やっぱ、本当に、まあ、昨日も話したけど、旧 K1 以来のね、本当旧 K1 をちょっと思い出させてくれる、まあ、いや、タケルの試合はもともと別に今回の試合に限らず、不思議だよな。動画撮ってるとさ、ほぼ 100% 救急車通るんですよね。うん。集中力途切れちゃうわ。なんだっけ、そうそうそう。タケルの試合は別に今回のレオナペテスの試合に限らず、タケルの試合だけはね、旧 K1 を思い出させてくれる、熱い戦いをね、毎回繰り広げてくれるんですけど、今回のレオナペタスはね、より当時のあの興奮をね、彷彿とさせる。多分会場にいたらより感じたんじゃないかな。自分は会場にいなかったからわかんないですけど。でも、当時の興奮を思い出しちゃうくらいの、マサトとかのキットとかのあの興奮を思い出しちゃうくらいの素晴らしい試合でしたね。うん。K1 に限らず、今の格闘技界で、あれくらい熱い当時の記憶を思い出させてくれるのは本当に今、タケルだけだと思ってます。今の格闘技でね。それくらい熱かったです。うん。ライジンも楽しいっすけど、でもやっぱり質が違うんですよね。旧 K1 とかから見てた人間からしたら、やっぱあの当時のあのダイナマイトとかのあの熱さにはだんだんたどり着いてないですよ。
言っちゃ悪いですけど、うん、でも本当昨日のタケルには本当にあの時の興奮を思い出させてくれる、しかも涙が出ちゃう、うん、涙が出ちゃうくらいの試合、いやタケル最高っすね。まあ、あとは昨日もちょっと話したけど、うん、昨日ちょっと話したけど、そのマイクでさ、判定云々言われてますけど KO すりゃいいんすよって言ってて、うわーいいこと言うなと思って、うん、これで江川はちょっと多少は救われたなって思ったんですけど、うん、江川ね、まあ、自分が江川だったらもうちょっと K1 離れようかなとかボクシングに転向しようかなとか思っちゃうんですけど、タケルにああ言われたら、再起してそうだね、椿原を KO してやるわっていう風になるかもしれないなって思ったんで、うん、いいマイクだ、笑顔を救ったいいマイクだったなと思ったんですけど、よくよく考えると村越 VS タケルね賛否両論ありますけど、自分はあれ村越勝ってたように見えたんで、うん、よりあの椿原 VS、笑顔の試合を見ちゃうと、であれで椿原が勝つんだったら、笑顔あタケル VS 村越も村越になっちゃうだろうっていう感じなんですけどねよくよく昨日の動画撮った後も思い返してみたらそう思いましたけどね。いやそれをでもタケル いいこと言ったけど、でもなタケル村越あったからなって思っちゃったけどね。でも全然いいっす、自分は全然本当この前の試合も笑顔が勝ったと思ってたし、うん、そういう、まあ、言うて全然さ村越 VS タケルってさ、まあ、あのタケルのあの攻め、圧倒的に攻めてるあの3ラウンドのさあの感じとかさ、当時のマサト VS 佐藤みたいなもんでさ、うん、圧倒的なやっぱ攻め、うん、が評価されるべきだと思うんだよね。そんな感じで、うん、振り返りはそんな感じですね。思ったより外しちゃったかな。うん、まあ、相手かちょっと予想外だったな。まあ、やっぱ重量級はね、まあ、外れやすいっちゃ外れやすいっちゃ外れやすいっすよね。シナカリミアンに関してはね、前日計量の体見せたら、シナカリミアン勝利に予想してたっていう、遅い。うん。でも修正したいけどね、修正したらちょっといかさまになっちゃうからね。なんか修正する方法あれやけどね。動画だ、予想動画出したけど、一応前日計量見て、やっぱりシナカリミアンにしますみたいなね。それだけのために動画撮るのも微妙だしね。まあそんな感じで、まあ大方ね、予想通りだったな、予想通りだったなと思います。いやーこれで本当に、次のね、タケル VS、天心。まあ、これはずっと、もうタケルと天心が戦うって噂されてもう4年くらい、もう4年くらい経つと思うんですけど、ずっと自分はタケルが勝つって言い続けてますけど、うん、まあタケルが勝つと思います。そして、さすがにもう次やんなきゃダメだと思うんで、うん。あのここでレオナペタスという大きな壁をタケル乗り越えて、天心は白っていう壁を乗り越えて、ここでタケルと天心がやらなかったら、本当にダメだと思うんで、うん。これは多分もうやるしかないです。ここでまたなんか違う対戦、天心にしろタケルにしろ、違う対戦相手一回挟むとかもないっす。白けるだけなんで、せっかくタケルがレオナペタスっていうこの最高の対戦相手を最高の形で、KO して最高の道を切り開いたんだから、このままの勢いで、VS 天心にね、向かっていかないと、冷めるだけなんでね、うん。これはもう、それはさすがに、うん、さすがにこの、うん、K1、誰が原因なのかよくわかんないですけどね、うん、K1 中村プロデューサーも全然いいよって言ってるし、最近はね。ライジンも全然いいって言ってるじゃないですか。天心はライズなのかな？ライズはどうなんだろう？うん。ちょっとライズの人の、ライズの運営の意向はわかんないですけど。とりあえずライジンの榊原さんはいいって言ってる。で、K1 の中村 P もいいって言ってる。あと何が問題なのって感じですけど。ルールも言うてそこまで、別に5ラウンドとかでもいいしね。5ラウンドでもいいし、3ラウンドでもいいしね。別に5ラウンドだろうが、3ラウンドだろうが、別にタケルが勝つんで、別にタケルとか別にそこまで細かいことこだわんないと思うんでね。体重も別にタケルだったら58キロであればね、全然いいと思うんで。うん。
そんな感じで、多分58キロのキャッチウェイトで、ね、多分タケル VS 天心ね、うん、絶対行われると思うんで、楽しみです。そしてこれはやらなきゃダメです。うん。ここでまた変な相手を対戦相手挟むわけがないと思う。さすがに、運営、この格闘技界を動かしている人間たちも、もうやらざるを得ないと思うんでね、さすがにやると思います。そんな感じで、タケル天心ね、世紀の一戦、楽しみっすね。まあ、もしかしたらね、タケルが、ようこそ K1 へって言ってたんで、別にいいと思うんですよね。あの、天心どの道ボクシングに、これ前から言ってるけど、天心別にボクシングに転向するんだから、別に契約の問題もクソもないから、一戦だけ K1 に来て、タケルと戦って、そのまま、別にボクシングに転向しちゃえばいいだけなんでね。ただそれだけの話なんで、うん。そんな感じで。で、タケルが、天心を KO して、あの、キックボクシングの第2部終わっちゃうと思うと悲しいね。第1部はマサトっていうカリスマがいてさ、マサトが引退して、一回キックボクシング終わっちゃいましたけどね。第2部、タケルが作って、その第2部もそろそろね、最終局面になっちゃうっていうの悲しいっすよね。いやー、ほんと悲しいな。日本キックボクシングの歴史、第2部最終章、楽しみにしていきましょう。